ファミオメモさやかです。ライフイズストレンジトゥルーカラーズやっていきます。前回エピソード3が終わりまして、今日はエピソード4ゆらめき。バイク、あの日に起きたことが分かった。兄さんの電話とか証拠が全部入った USB があるの。ええ、わかった。え、でも待って、ダイアンが好きなんだよね、パイクって。これコピーしといたらよくない？コピーのコピーした方がいいと思うんだけど。いきなりだけど、公園で配布中のバラはもうもらった？このお祭りには面白い歴史があって、昔は結婚できない。まあでもさすがにダイアンへの気持ちとゲイブの真相、天秤にかけないよね。なんていうか、変わってるよね。へえ。今ではもっとカジュアルになったけど、バラを渡す伝統はまだ残ってる。特別な人にぜひバラを送ってみてね。素敵な日になるか最悪になるかは神の溝知るってことで。さすがにアレックスまだ、面白い話。私も誰かにバラを渡そうかな。マジ？それ私が決めるんでしょ。まあいいや、行ってから考えよう。え、なかなかセクシーな服着てますね。USB はどこに置いたっけ？ねえ、USB 絶対にコピーのコピー取った方がいいって。ということで一通り見ます。お酒に慣れてなかった頃は友達と飲んでもすぐ眠くなったりしてたな。兄さん、行ってくるね。お、喋ってる。窓。お祭りかなり盛り上がってるみたい。なんかちょっと緊張してきたな。ほんと？あら、バラの押し花。綺麗だけど、兄さんらしくないな。なんでここに？え、前からあった。うわ、人って不思議なもので覚えてないんですね。水漏れしてる。あー、ちゃんと閉めた。水が漏れてるんだけど、マスターに言うと工具を出してさあ直せって言われそう。自分で？あ、でもその絞ってで治るタイプなら、よかったねって感じる。逆に今夜だけはそこで我慢しててね。こんな最低の人間になるなんて。え、今のは何？もしかしてさっきのシャーロットの怒りがまだ残ってる？あー、最低な人間になるなんて、最低な人間になるなんてって何のことだろうね。でも確かに、あのなんかこう神聖な系のオブジェも胸開いてたね。ノートパソコン。もうマインスイーパーくらいにしか使わないかな。マインスイーパー、中華のテイクアウト。マインスイーパーって今入ってないよね。いつぐらいまで入ってたんだろうね、あれ。 XP ぐらいまで。これはお祭りが終わって戻ってきてから食べればいいや。お祭りに行く代わりに朝までこれで遊ぶのもありじゃないかな。やっちゃう？あっちゅうまだよね、 MMO やってたら。これ子供向けにしてはかなりエグいんだよね。E さんは平気だろうけど。赤いしね。ギター最近また弾くようになって思ったけど、やっぱギターを弾くのって楽しいんだよな。そっか。これただのオブジェになってるけど、いつか使う日が来るかな。どうかね、アレックス次第かな。兄さんのメモ。私もこんなの作ろうかな。前読んだね。あ、 USB メモリあった。ちょっと後にしていい？あ、今日はどんな服？今は真っ黒。何これ、ウインナー？あー、こっちにしようかな。シュシュ、お祭りデートなんてどう？手紙。イーさんは本当にいい子だな。アレックス、僕のことは心配しないでね。父さんとドライブしてたらきっと元気になれると思うからさ。毎年この頃は父さんと過ごすんだけど、今年は夏にキャンプに行って最高のスモアを作ろうって言ってた。アイスを乗せたやつでお父さん家のスペシャルレシピなんだって。なるほど、そうなんだ。それからラブ、楽しかったね。アレックスの吟遊詩人は完璧だったよ。またすぐにやりたいな。吟遊詩人の設定のアイディアがいっぱいあるんだ。
バンシーとのストーリーとかね。よかった。金融詩人の帽子。またいつかアルトになれるかな。ね。楽しかったな。よし、あ、忘れてた。あ、このお祭り、好きな人にバラを渡すのが伝統らしいから。お、花をもらうなんて生まれて初めてだよ。あら、お花なんてもらっても嬉しくなかった？やっぱりビールを樽ごと渡した方が良かったかしら。うるさい。やなん。兄さんとシャーロットってやっぱりお似合いだよな。ねえ。あ、チェストを見れる。この中のものも片付けないとね。まあ今度でいいや。もう私今度だらけだわ。クリスマス用の飾り。これ一個つけておけばギリギリクリスマスツリーに見えるかな。ここ居心地が良さそうで羨ましいよ。クリスマス用かな。綺麗だけど12月までここで待っててね。こんなもんかな。さて、 USB はどこに置いたっけ。 USB どこに置いたっけ。ここや。ありました。見る。君は私たちの切り札だからね。頼りにしてるよ。いや、絶対コピーしてよ。じゃあお祭りに向かおう。オッケー。エレノアさん、今夜のお祭り来るわよね。緊張しますけど楽しそうなので。あ、ステフとライアン。はあはあはあ。5月25。ああ、いいな、仲いいな。はいっぱいある。みんな楽しんでるみたいだな。ヘイブンスプリングズのお祭り。アンジェラ・アンダーソン。ああ、アイスクリームの人。すごくうまくいったね。お疲れ様、ステフ。うん、いやー、よかったわ、ジェド。よし、行くぜ。わー、いいねー、いいなー。マイクテスト、チェック、チェック、チェック。ちょっとスカート履いてるってマジ？お疲れ。ヘイブンの春祭りにようこそ。イエーイ。どうも。ねえ、さっきは本当にごめんね。うん、ごめんね。つい取り乱しちゃった。その、抑えきれなくて。シャーロットのことってちゃんと言うかな。二人は知ってるもんね。ここ最近ずっと感情をコントロールできてたのに、さっきシャーロットと会って。そうだよね、なんかもともとね悩んでたもんね。すごい。もう何度目だろう。またああやって大切な友達を傷つけた。そういうことか。そうよね。ごめんなさい。いや違うよ。謝んなきゃいけないのは私の方。あんたはいつも力になってくれてんのに、私は何もできなかった。ごめん。そばにいてちゃんと話聞くべきだった。じゃあお互い様だね。お互い様か。それならチャラってことにする。そうだね。忘れよ。オッケー。ところでさ、タイホンが爆破したのは自分たちの鉱山だったんだろ。なんでだ。わからない。でもあの USB があれば責任を証明できる。パイクに話したら
来てくれるって。警察にデータを渡せばタイフォンは完全に終わりだね。じゃあ今夜はお祝いだな。これまで頑張った分みんなで楽しもう。バンドも来るよ。すごいのがね。そうなの？どんなバンド？いいね。どんなバンド？地元のさ。折れるぞ。へえ。トレーラーに戻らなきゃ。一人で無茶はしないでよ。約束はできないな。また後で。オッケー。バラを渡すんだったらステフとライアンのどっちかしか考えられないな。ですよね。お祭りを楽しみながら考えればいいや。みんなどっちにしてんだろうね。タイフォン社ラジオ。ダイヤ偽善者め。ああ、へえ、あ、そっか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 、あれ朝か。ライアンはいつも助けてくれるし、バラを渡してもいいかも。どう進んでる？まあね、最悪の事態にはならないはずさ、多分だけど。ライアンはいつも助けてくれるし、バラを渡してもいいかも。よし。あ、マイク。うわ、ずいぶん年季の入ったマイクだな。すごっ。見れる。めっちゃへこんでる。おい、みんなちょっと聞いてくれないか。話したいことが。ジェド、何してるの？神とここにいるみんなの前で、声若いね。この場を借りて言いたいことがある。アネット・フォスター、君は世界で一番素晴らしい女性だ。この祭りは大事な人に気持ちを伝えるためにあるそうだ。アン、君を妻にできないなら俺は死んだ方がマシだ。恥ずかしいじゃない、こんなとこで。もしかしてそのしきたりみたいなの作ったのってジェドなんかな。マスター、昔はめっちゃ情熱的だったんだね。いや、今も情熱的じゃない。いい人オーラすごいもん、ほんと。これ何？テント。楽しげな曲流れとる。いかん、なんかさっきライザのアトリエやってたから素材素材に見える。こっちにはバギー、あっちにはたくさんの酔っ払い。面白いことが起きそうな予感。なるほどね。なんかないかな。空のビール缶。もう空になってる。みんなよく飲むな。すごいね。誰が出してるんだろうかね。お知らせ。これ誰が守るの？持ち込み禁止。お金払えってこと？この時間でもまだ通りに人がいるみたい。え？あ、マジ？こんな小説を考えてるんだよ。おうおう。主人公はエルフの農家の子で、昔魔術師ギルドにさらわれた妹を探すために一人で旅に出るんだ。うんうん。旅をしながらどんどん仲間が増えていく。お尋ね者のエルフとかゾンビの僧侶とか変わった連中ばかりだ。それ変わってんね。面白そうだ。やっと妹を見つけるんだが、そいつは魔術師ギルドを牛耳る存在になっている。そして魔術を使って王国を乗っ取るつもりだ。それじゃあ妹と戦うことになるのか？そこでまだ悩んでるんだ。なんといっても姉妹だからな。シェイクスピアとトールキンの融合みたいだろ。こういうのを書きたかったんだ。なるほどね。そうだよな。すごいよジェシー、芸術の神が降りてきたな。いや、めっちゃ肯定してくれるね。実力を引き出すきっかけが必要だっただけだ。ああ、なるほど。
ステフ、ありがとう。ラープのおかげで創作意欲が戻ったよ。ラープで元気になったのはイーサンだけじゃないみたい。ああ、ピエロの人ね。そっか、ピエロの人小説の人だったんだ。なるほど、いいじゃんいいじゃん。人の人生変えていくのすごいね。なんか小さな一歩ってほんと大きな一歩だね。痛感しますわ。新しい落書き。ラブラブだ。このベンチには近づかないようにしたかった。ローレン・シン、知らない人。あ、もしかしてあのあれじゃない、くっつこうかどうか悩んでたあの男女いたじゃん。あれ、こんなあったっけ。今まで行けなかったところだったのかな、ここって。え、これ大丈夫？飲んで重ねるまでがお約束。え、これ大丈夫？あんまり大丈夫じゃそうじゃないんだけど。水かけた方がよくない？待って、これある？結構珍しく駆け足。この2人がその2人か。喋って、喋らんか。やっぱり会った時にハグした方が良かった。もしかしてデートに来たって思われてない？最近は静かなデートが流行ってるなんてことはないよね。香水なんてつけてみたけどちょっとつけすぎたかな、それとも少なすぎた？こりゃほっといてもそのうちくっつくね。はーい。大丈夫だね。ちゃんと思い合ってるんだったら大丈夫さ。まだ時間あるし、お祭りに来てる人たちと話してみようかな。うん。なんかどうしてもさ、周りから言っちゃうんだよね、私。232、233、234。何？合格？同じやつを2回数えちゃった。すごい余裕かましてるな。今何個だ？何の話？くそ。これは？その瓶に入ってるゼリービーンズの数をズバリ当てたら商品が出るよ。ぴったり当てないとダメなの？それはさすがにちょっと無理があるんじゃない？そこの熱心な男の子みたいに挑戦してみたらどう？それは嫌だ。私結構結構あの2秒前のこと忘れたから、あれ今何番だったっけってすぐ忘れるわ。どうせ誰も当たらないし、今年も商品のギフトカードは私のものね。約束だわ。お祭りなんだからそんなせこいこと考えるのやめようよ。数字の答え思わないかな。数をぴったり当てるなんて無理があるだろう。やっぱり諦めた方がいいか。うん、手伝ってあげられないかな。ジェリービーンズ数えるのにこんな必死になれるなんて。いや、これ絶対無理でしょ。そうね。いや、アレックスか、来てたんだ。まさかこれ全部数えるつもりなの？まあね、商品は100ドルのギフトカードだ。あー、1万円か、いいね。実は母さんが昇進したからお祝いに美味しいものを食べさせたいと思って。あ、それはいいもん食べれるな。口に出してみるとなんか照れくさいな。いやいや、優しいじゃん。よかったら手伝うよ。手伝ってくれるの？すごくありがたいよ。これ何個くらいだと思う？待って、あー見れないのか。今280まで調べたんでしょ。800はなくない？300で、300個くらいかな。なるほど、確かにそれくらいかもしれないな。彼女のオーラがちょっと変わったような気がする。心を読んでみれば何かわかるかな。300だって、残念。大外れだよ。そんなに違うの？さっ
きの予想は違うって教えてあげないと。て私はお見通しだからね。もういつも話しかけちゃうごめん。ねえ、もう一回考えてみたんだけど。何？700。多分だけど700個くらいかな。なるほど、700個はいい線いってると思う。でもぴったりの数を当てないと。あっちのお姉さん緊張してきたな。また心を読んでみよう。お、紫になってる。まずいな、731に近づいてる。おこの子何者？よっしゃ、答えはいただいたよ。いただいたよ。私はお見通しだからね。お見通しだからね。ジェリービーンズ数えるのにこんな必死になれるなんて。答えが分かったよ、731。どうやって突き止めたのかは聞かないで。ジェリービーンズは731個だ。どうして？正解です。よっしゃ、そこ嘘つかないんだ。本当に助かったよ、ありがとう。よかった。だって会ってないって言っちゃえばもうそれでよくない？リッチギだな。怒ってジェリービーンズやけ食いしそうな顔。超ラッキーだったわね、おめでとう。うん、怒ってる。信じらんない、どうしてわかったの？地獄のメンタル修行の成果だよ。そうだね。そうだね。嬉しそうでよかった。じゃあね。うん、楽しかったよ。やったぜ。どうやってわかったのかは知らないが、アレックスに感謝だ。よかった、これにてめでたしめでたしってところかな。答え知ってるよ。よかった、解決。冷えたビール。年齢チェックとかしてないのかな。まあ誰も気にしないか。よく覚えてる。お、去年の春祭りの夜だ。ごめんなさい。あ、嘘。あ、去年の春祭りの夜だったな。 あいつはベロベロになるまで酔っ払ってた。ああ、で、バーテンダーとして注意するべきだったかもしれんが、野暮だと思ってやめといた。春祭りは特別だからな。そうだろ、マスター。なんだか生き生きしてる。するとあいつが外に飛び出していったんだ。湖の方に向かって行ったから俺は後をつけた。どうなるか予想がついてたから。どうなったの？それで案の定、あのバカは迷いもせずに湖に飛び込みやがった。腹の側から落っこちるみたいにしてな。しかも酔っ払って自分が金槌なのも忘れてやがる。ああ、そうなんだ。仕方なく俺も後から飛び込んだよ。それからなんとか岸まで引っ張り上げて、念のため救急車まで呼んでやったよ。まあね、あの野郎ケロッとしてたがな。一応ね、おかげで俺もびしょ濡れで過ごす羽目になっちまった。それはいいんだが、何があったんだって野次馬どもには困ったよ。次の日になってやつがチョコレートの箱を持って詫びに来た。チョコレートだぞ。こっちは子供じゃないってのに、まさかそんなものを持ってくるとは。まあ正直言うとペロッと平らげちまったから。ありゃうまかったよ。ジェド、お茶目。酔っ払ってんのかな。酔っ払ったら饒舌になるタイプ。あ、楽しそう。マスターも来てるはずだよね。ちょっと話しておこうかな。マスター、なんだか生き生きしてる。ね、あれ、最近は辛いことばかりだったが、今夜はみんなと祭りを楽しめる。マスターが春祭りを待ちわびてた気持ち、なんかわかる。マスター、なんだか生き生きしてる。お話は今はしないのかな。ドラムセット、どんなバンドが来るのか楽しみね。歓声ありがとう、そこの人。マジ盛り上がってきたね。シアトルから来ました、ドラッグストアメイクアップです。私はイジーで、こっちがステフ。あー、物販もありますんで、よかったら見てってください。
これ以上は無理。始めよう。マツテフがやってたバンド見たかったな。ちょっと本当にごめん。かぶるね、ステフのところのバンドだったんだね。どれだっけ、このステフのバッチ、これね。ジェリービーンズ風当てコンテンツと終わったっていうのがあったのと、なんか4年ぶり5年ぶりにだったんだって。むしろあれ当たる人いるんだね。むしろこれは何、口でリンゴを取るゲーム。あー、私は絶対やらない。やらないか。確かにバカを止めようとしてた。それは認めてあげないと。そうだね。あ、ステフここにいた。見る。ステフマジでイケてるし、バラを渡すならステフかな。おー、だいぶ好感度高いですね。ステフ。特に心に。マックは確かにバカを止めようとしてた。それは認めてあげないと。氷のリージュってなんだ。お酒飲むのにこんなもの作らなくてもね。あーなるほど。てっぺんから注いで下に降りるまでにちょっと冷やすみたいな感じ。祭りの食べ物。誰にも惹かれずに全部を味見する方。すいません、ごめんなさい。今年高野菜はどこでやるの。高野菜っすか。そうよ、あなたたち若い人はそういうの大好きでしょ。いや結構疲れたんで、そろそろ帰ろうかと思って。あらまあ、この町も変わったわね。春祭りの最後なんてみんな公園で寝るか誰かのベッドで寝るかどちらかだったのよ。昔は弾けてたんですね。昔？去年の話よ。ご反応に困るやつ。誰にも惹かれずに全部を味見する方法とかないかな。エレノアさん、大仕事が終わってホッとしてるかな。こんばんは。こんばんは。あら、アレックス、飾り付け大変でした。飾り付けのおかげですごくいい雰囲気ですね。ここまでやるの大変だったんじゃないですか。まあね。テキーラ飲みません。そうだ、テキーラのショット行きません。いいわね。飲み方はボディショット。冗談よ。ボディショットってなんだ。多分ね。それじゃあまた。ボディショットテキーラ楽しんで。どうも。テキーラをボディショットと飲むとはどういうものですか。普通は手に塩を持って普通は手に塩を持ってライムショットグラスで一気飲みする。手に塩を持ってライムショットグラスでどういうこと。手に入れて飲むっていうこと。でもなんかくどく系の記事とか結構出てくんな。それは認めてあげないと。ブラックランタン、ミスターブラックランタンですね。あなたのバー最高です。最高です。あそこのブースから生放送してるみたいらしいね。ちょっとした音楽フェスみたい。言われてみればそうかも。この学生さんの声初めて聞いたぐらいな。あ、前勉強してた人か。いい曲といえばさ、変わったことがあったの。アラバスターデイドリームって曲知ってる。それよそれ。いや聞いたことないかな。そっか、実は今日さ、ブラックランタンで勉強してるとき、アラバスターデイドリームかかんないかなって思った瞬間、その曲が流れてきたの。めちゃくちゃびっくりしたよ。すごい偶然だね。でしょ、なんだか感動しちゃったよ。やっぱ超能力みたいな感じで、人間の気みたいなのが本当にあるんじゃないかな。
確かにそういうのってあるかもしれないね。よかった。この子もお祭りを楽しんでるみたいね。このお祭り本当に最高。もうずっとお祭りが続いててほしいくらい。ここまでハイテンションだとなんかこっちまで楽しくなってくるなね。ここまでハイテンションだとなんかこっちまで楽しくなってくるな。焚き火見たらあれだな。ちょっと次回にするか。うん、残りは次回にします。ここまで見てくださってありがとうございました。バイバイ、またねー。